今夜はいろいろお疲れ様でした。八神さんはゆっくり休んでください。ケンジと話すのはいいですけど、そのまま逮捕されるなんてなしですからね。頼みますよ。こいちゃなんだがよ、なんかこう久々に血が湧き立つような感じだな。事件がどんどん繋がってきやがる。もう少し若けりゃ俺もガンガン行くとこだぜ。よ、いろいろ見えてきた気がするね。やっぱ沙織さんに活躍してもらった甲斐があったろ。しばらく寝とけっての。八神！時間食っちゃったよ。
いらっしゃいませ。 時間食っちゃったよ。 加減にしろよ。 Yeah!
ばらく寝とけって。いらっしゃいませ。さ、行くか。ありがとうございました。黒岩に伝言頼まれてよ。これから東京地検に行ってくれ。泉田検事がお前をお待ちかねだ。なんでわざわざここに来るんだ。電話で済ませりゃよかったろ。虫の知らせってやつが来てな。え？お前がもしこのまま逮捕されたら、その顔も見納めだと思ってよ。演技でもない。まあもし逮捕されてもあんたから情報を買ってたとか言わないよ。それが心配できたんだろ。ああ、もし言ったら無所に殺し屋を送り込んでやる。あんたにそんな力はないよ。黒岩にいいようにされてるもんな。ありゃ世を忍ぶ仮の姿だ。黒岩がいない今なら答えてもらえるのかな。なんで俺に新谷殺しの疑いがかかってんだ。警察はどんな証拠握ってる。まさか知らないってことないだろう。いや、本当に俺も知らねえんだ。今回黒岩は側近以外の刑事に全然情報を下ろしてこない。何なんだろうな。そっか。すぐに地検に出頭しろよ。あいにくお車代は出ねえけどな。分かってるよ。
まで行かれますか。それでは出発。お待ちしてました、八神さん。わざわざお出迎えか。私の顔見せて八神くんを油断させたいんだって。泉田健二が。あいつ相変わらずだな、そういう小細工が好きなとこ。八神くんは今日何て言われてここに来たの。泉田健二が俺と話したがってんだろ。話によっちゃ俺に逮捕状を出すつもりとか。どうかな。そんな気楽な感じじゃないと思うよ。え？じゃあどんな感じ。例えば集団リンチでも始めるみたいな。おいおい、ちょっと頑張ってね。失礼します。八神さんをお連れしました。ご苦労さん。検事生までいるんだ。どうぞ。集団リンチか。あんた方はみんな検事さん。八神先生、黒岩刑事から聞いていると思いますが、新谷弁護士が殺害された件でお呼びしました。ただしこれは非公式な場です。まあお互い知らない仲じゃないですし、軽く雑談するつもりで。軽い雑談ね。でも俺はあんたが望むような話はできないよ。例えば俺が新谷を殺しましたとか、そういう話は特に。そもそも立証責任っていうのは検察にある。なんで俺に新谷殺しの疑いがかかっているのか、まずその根拠を聞かせてくれるかな。新谷先生が亡くなった夜、あなたは何をしていましたか、八神先生。質問に質問で返すのか。ずいぶん横暴なんじゃ。あなたに事件当時のアリバイはあるんですか。教令会のヤクザたちが詰めてる KJ アートって会社がある。事件の晩はその近くで若頭の塩屋たちと会ってた。俺のアリバイは連中に聞けば確認できるはずだ。ではあなたの事務所から新谷弁護士の死体が出てきたのはなぜですか。俺に聞かれたってわからないよ。犯人を見つけてそいつに聞いてくれ。だからあなたに聞いてるんですよ。ちょっといいかな。森田健二生、お願いします。八神さん、あなたは新谷弁護士のスマホから発信履歴を盗み見しましたね。新谷さんは亡くなる前、創薬センターに電話をかけていらした。そのことを知ったあなたは間もなくセンターに押しかけて、木戸さんや庄野さんを問い詰めている。なぜそんなことを。新谷が何で殺されたのか自分なりに調べようと思ったからです。それは警察の仕事ですよね。検察や警察には任せておけませんよ。よくトンチンカンな犯人を捕まえてますからね。まさに今の俺みたいの。なるほど。では犯人は別にいると、あなたはそれをこの場で説明できますか。刑事事件の立証は検察の仕事です。俺に犯人の説明させるのはお門違いじゃありません。固いこと言わないでください。ここは法廷じゃないんですから。ぜひ八神さんのご考説を賜りたい。お願いしますってことですか。お願いします。じゃあやってみますよ。俺は新谷が殺された背景には大きな前提があると考えています。
ご存知の通り、まず1年前にアドデック9という新薬の論文が発表されました。アルツハイマーを治せるとして非常に期待されている。ところがそれを開発する創薬センターの関係者が半年前ある事件殺されたことはあまり知られていない。センターの関係者が殺された？誰だ？創薬センター副所長の橋木徹。橋木は神室町でたまたま行き合った相手と口論している姿が目撃され、その後路上に倒れていた。素手で暴行を受けており、病院に運ばれて3週間後に死亡。今も犯人は見つからずじまいです。検事はこの事件を。私は初めて聞いた。まあ確かに大きく取り上げられた事件ではありませんでした。ところでこの橋木という男にはちょっとした裏があった。裏？関西の大手ゼネコン梶平グループの会長のために動いてたんです。梶平は創薬センターを含む地域を再開発する計画を持ってましたね。協力会のヤクザを手駒にして厚労大臣にも根回しを済ませていた。ところがアドデック9の登場で計画はご破産。表に出ない大損失をかぶってしまった。その額1000億。何？そんな梶平にアドテック9を潰してみせると豪語していたのがこの橋木です。そして橋木は神室町で暴行を受ける直前、もう一人のセンター関係者と会っていた。店で橋木と飲んでいたのはアドデック9に深く関わっているこの人物です。泉田検事は見覚えがあるはずだ。彼は3年前にセンターで起きた事件の目撃証人だった。生前の被害者枠という老人を見たと証言していた。覚えている。小野って研究員だなあ。そしてアドデック9の開発ユニットリーダーでもある。この小野に橋木はアドデック9の論文には何か問題があるはずだと詰め寄っていた。問題というのは？例えばデータの捏造や薬の効果のでっち上げ。そもそもアドデック9は創薬センターの閉鎖話が出た途端突然センター長の木戸から発表されたものです。橋木はそれをできすぎと考え裏をしつこく嗅ぎ回っていた。ただその動きはアドデック9に莫大な利権を見込む人たちにとって非常に目障りだったはずです。じゃあ橋木は計画的に神室町で殴り殺された？よかった。そう考えるのは俺だけじゃなかった。あなたもそう思ったわけですね、泉田検事。こうなるとアドデック9の周りには何か随分と深い闇があるんじゃないかと思いません？ここで新谷の話に戻ろうか。新谷も死の直前創薬センターに電話をかけて何かしらの接触をしようとした。そのことももしかしたらアドデック9の闇に潜む誰かを刺激したかもしれない。そして橋木同様邪魔者とみなされたっていうのはどうです？つまり俺が言いたいのはアドデック9を守るために誰かが邪魔者を消している可能性があるってことです。もしそれを検察がまるで検証できていないんだとしたら俺を逮捕する前にまだやるべきことがあるんじゃないのか。そうだろ泉だ。それでも今すぐ俺を逮捕したいんならその根拠を教えてくれ。あんたらには十分頭数が揃ってんだから。興味深い話ですね。大変興味深い。
私たちが知らない情報もあった。よく調べられてますね。必要なら俺が持っている情報は全部渡します。相手は世間に支持されて今をときめくアドデックナインだ。その闇を調べるなんて一介の探偵には荷が重すぎます。泉田健二じゃなくあなたとならうまくやれるかも。調子に乗るなよ八神。失礼、大事な電話だ。もしもし。そうですか。ええ、ご苦労様でした。それじゃ。実を言うと新谷弁護士殺害犯についてはすでにもう裁判所に逮捕状を請求していたんです。今の電話は無事に受理されたという報告でしてね。これだけ言っても俺を逮捕するのか。逮捕するのはあなたじゃありません。え？ただあなたにはちょっとした役割があったんです。もちろん事件解決に向けてのね。よく聞けよ八神。新谷を殺したのはな、カムロ署の綾部だ。何？死体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた。間違いない。奴が新谷殺しのホシだ。